韓国の美容室にも行ってみたいなと思ってパーマお願いしたんですけど、うん、パサパサ、彼氏が韓国に行って一緒に旅行、うん、そのために美容室に行ったよみたいな、でちょっとなんか韓国感じになりましたよみたいな見せたかったとか、結果チリチリになっちゃって、そういうこと、はい、自分のためじゃない、改めましてよろしくお願いします。なんかそうメッセージは見させてもらって、はいはい、改めてちょっとね説明していただけたらなと思うんですけど、はい、韓国で留学生をしていてっていうのはもう終わったんですか。はい、終わりました。あ、終わったんですね。はい、完全帰国して、あ、それであの荷物、あ、そうです、だからめっちゃお荷物で来ちゃいました。はい、お疲れ様でした。いや、じゃあ帰国して本当すぐっていう状態で、はい、そうです、韓国で失敗したというか、そうですね、もともとクセ毛なので、おいおい、梅雨前には宿毛当ててって、梅雨前って今年の梅雨前、6月から韓国に行ってて、4月に1回宿毛矯正して、はい、で6月から韓国行って、うん、で2週目くらいにペチャンってなったんですよ、あの宿毛で1回目、あーボリュームがちょっとこう落ちすぎちゃったと、はいはい、それで韓国の美容室にも行ってみたいなと思って、ちょっとふんわり感を出したくて、うん、パーマお願いしたんですけど、うん、パサパサわかります。なんか水分どこみたいな、ボリュームを出した結果、はい、サバサリになったんですよ、はい、でちょっとあの前髪も今日ちょっとだけアイロンしてるんですけど、しなかったら本当にやばいんですよ、はいはい、ちょっとゴワついてますもんね。そうですそうです、ゴワつくしめっちゃ広がるし、うねり出るし、扱いにくい、めちゃくちゃ、だからあの美容室終わって、うん、ずっと髪の毛くくって、で前髪もあれやから、あの雨の日は帽子かぶってみたいな、せっかく憧れの韓国の美容院でやってくれよみたいな、はい、あ、2ヶ月マジ大変でした。そういうことですね。で帰国したら、はい、そこ行ったのみたいなんで、はい、早めにちょっとご連絡いただいたことですね。何がね絶対やってあげたいなと思ったかっていうと、はい、この現地でパーマお願いして帰ってから見ると髪がチリチリになって、でくせ毛でもあるから扱いにくくなり自信をなくしてしまいました、はい、本当に、ね、韓国絶対好きじゃないですか、はい、だから多分、ね、はい、ちょっとその韓国風的な感じにしたくて、はい、自信をなくすってすごい大変ないというか、はい、一美容師としては悔しさみたいなのを感じて、はい、大丈夫かな。あとこれもねすごいいいなって思ったの、この帰ってきたらっていう言ってもいいですか。あ、大丈夫です。韓国3ヶ月間私行ってて、はい、で7月ぐらいかな、うん、美容院行ってすぐに会う予定だったんですよ、その彼氏が韓国に来て一緒に旅行、うん、そのために美容室に行ってみたいな。彼氏さんも韓国に一緒に行ったんですか。いや違う、うん、旅行で。あ、旅行でね。私がいる間に、あ、そういうことですね。はいはいはい、生きてくれて、はい、ちょっと会ったんだ、はいはいはい、でちょっとなんか韓国感じになりましたよみたいな見せたかったけど、結果チリチリになっちゃって、そういうこと、はい、この状態で韓国で会ったってことですね。はい、そうです。あ、なるほど。だから帰国して会う前に、はいはい、もう一回ってことですね。そうです。うわ、めっちゃいい話。もうハンカチが必要。じゃあ二つ思いがありますね。そうですね。そこのなんか自信をなくしてしまったのを取り戻したいっていうのがまず一つ、はい、で二つ目は現地でおさぼさんだった状態で彼氏さんだったもんだから、韓国で可愛くなったのを見せれてないと、はい、だから可愛くなりたいと、はい、だから韓国じゃないけど韓国にしようみたいな。全然大丈夫です。大丈夫ですか。正直、はい、綺麗にしかならんす。え、本当ですか。うん、まずそこ絶対大丈夫、安心してほしい。うん、嬉しい。そう、今日何に僕が今悩むとしたら、はい、本当に髪型をどうしようかなとか、長さどうしようかなとか、そういうのもありますけど、はい、パーマとかに対しての髪の毛のサラサラになるかならないかはもうなる、ならないことは絶対ない、断言し、もう余裕です。前のことがあってちょっとショックすぎて。そうですよ、美容院に対してネガティブになりますもんね、はい、やりたい髪型がこれになるんですかね、まあ、そうですね、これも今はそうでもない、はい、変わっても良い。はい、あー、そういうことですね。ストレートタッチになった時に似合う感じになればっていう感じですかね。そう、なんか扱いやすい。そうですよね、扱いやすくなるのが一番ですよ、はい、あの巻くのとかもあんまり得意じゃなくて、ああ難しいですよね、はい、そうだな、長さ結構その時にこれぐらいはね残ってるんで、薄めるっていうところで言っても結構切っちゃっても大丈夫って大丈夫なんですよ、はい、大丈夫です。ダメージ的に切らないといけないっていうよりかは、デザイン的なまた別の視点で、もし切りたいんだったら切ることも全然可能ですよって話なので、落としてからそこ相談してもいいかもしれないですね、はい、ちょっと濡らしてみてみないと、はいはい、ちょっと本当にねどれぐらい、結構やばいと思います、うん、まあぶっちゃけなんか見た感じは広がってるのはやっぱすごい強いので、そうですよね、そうちょっとね放棄感になりますもんね。放棄感がすごい、うん、スタイリングしても多分出ないですよね、カールがね。そうですよ、なんかここめっちゃ強くないですか。本当だ、ここだけすごい強いんですよ。どうしてんすか、いつもは。もう三つ編みにして編み込んじゃうんですね。そうです、逆にでもいいかもしれない。はい、やりやすいなみたいな。
じゃあちょっとサラサラにまずはしましょう。できないことだけ先お伝えしとくと、はい、パーマかけちゃってるんで、はい、ゆるふわに戻すとかはできないかもしれないです。ゆるふわっていうのはカールがこうゴワゴワゴワ、要は細かくかかってるようなイメージなんですね、うん、なんで、はい、何かしらの施術を用いていい感じに勝手に巻いてある状態になるとかは結構そこは難しいので、はい、そこだけちょっと期待しないでほしいなっていう、はい、あとなんかボリュームとかって自然にね、はい、はい、そこはできます。大丈夫ですか、はい、前宿毛当てた時に、うん、本当におでこに沿ってこんな感じになっちゃったんですよ、はい、こうそれでパーマをかけたらこうなっちゃったので、なんか私どっちになるのかなっていうごめんなさいって感じなんですけど、ね、やるかやられるかしかない世界で生きてきたみたいなね、はい、そんなあの仁義なき戦いを終わらせます私が平和っていうものをお届けしますちょっとじゃあビフォーを撮りましょうかね、はい、千住に相談で検索。一応流れとしてはパーマ落としをして、はい、サラサラな状態を見てもらって、はい、髪型を相談するっていう流れが一番いいと思います。カラーとしてもいい。そうで、カラーもしたいですよね、はい、だからちょっとダメージ状態にもよるなと思って、はい、すごい黙っちゃった毛先まで染めるとちょっと怖いなって感じだったら根元のリタッチのカラーでやれば、うん、ソロのメイドさんは、うん、最悪それいけそうなら全体やります、はい、色ちょっと変えたいと思うんで、はい、そう気になります。でなんかそれで悪化しちゃうと元も子もないので、はい、結局意外とこの広がりが収まったら色もよく見えますよ。まあちょっとおいおいそこを話します。はい、一回シャンプーしましょう。はい、はいはい、して塗ります。はい、もともと髪質なんかすごい良さそう。本当ですか、うん、結構髪自体は強いタイプな気がしますよ。ただ傷んでるだけですか。ただただどうすれば良くなりますか、ね、そうですよねなんか結局、ね、その癖毛やから、はいはい、癖がどうしても気になって出ちゃいますよね、はい、癖が出て広がるのは別に傷んでるからじゃないじゃないですか、はい、だからまあそこをちょっと一回ポジティブに捉えてもらうしかないんですけど、はい、で今のところちょっとダメージがあるんで、ここはホームケアとしてはまずはお湯の温度下げる、シャワーの温度低い方がいいですよ。私も YouTube で見て見ました。ありがとうございます。はい、気持ちはですね一生言ってますからね僕動画で38度で洗え、38度で洗え、はい、聞いた日からずっとやってます。天才、はい、じゃないですか皆さん見習ってください聞いた日からやってます、はい、何事もやっぱり素直に継続するっていうのが大事です、はい、韓国行ったことあります。このさっきね、お話しあ、そうなんですね、すいません、お話しましょう。あ、行ったんですかね、はい、行ったんですけど、はい、全然韓流ブームとか、はい、そういうのが始まる前だから、はい、始まる前ちっちゃい頃だったので、ねはいはいはい、韓国アイドルとか好きだから、はい、好きになったこの上では行ったことないので、うん、行きたいな、羨ましいな韓国に留学って発想なかったですよね。でも今円安やからちょっとどれぐらい違うんですか。東京よりも高い物価感って感じですか。そうですね、もう物にもよるんですけど、果物、はい、めっちゃ高いです。でもなんか食堂とかはめっちゃ安くて、はい、あ、そうなんです。韓国の食堂絶対美味しいですね。めっちゃ美味しいです。でもちょっとよだれ出そう私あの、はい、クレジットカードの不正利用があって、はい、10万円ぐらい引かれて、でカード止まったんですよ。それでその次の週に友達が遊びに来るって言ってたんで、ゆうちょで送金して、はい、10万円持ってきてってお願いして、うん、で10万円を換金したら8万くらいに減って減って、悲しかった、うん、泥棒に会っただけでも悲しかった。そうっすよね、はい、今日はだから2万円分ぐらいはなんかやっておきますはい、すいませんなんかやっておきますいつ帰国したんですか。昨日です。じゃあもう空港着いたのが昨日の成田に5時半、はい、夕方。はい、夕方です。うん、でホテル一回泊まって、父親がこの辺で働いてるんで、はい、あ、千葉か、家で泊まってみたいな。はい、なんでこれから兵庫に。あ、そうです。めちゃくちゃ大移動。めちゃめちゃ大移動ですねだトランジット中ってことですね今だから。そうですね、何としても行きたくて。そうですよね、そう言っていただけるとさあわー、顔ちっちゃくなった。
てもらいました。いいっすね、もう全然違う。ちょっと定着用のトリートメントは次塗ります、はい、その後カラーしましょう、はい、はい、ということでカラーリングでございます、はい、カラーはね、さっきカメラが回ってないところで話したんですけど、はい、ラベンダー系で黄色みを取りながらちょっと暗くします、はい、はい、韓国語ででも難しそうっすね。習ってんだ。もともと兵庫の方にある塾に通ってたんですよ、韓国語学校。あ、そうです、そうです。多少できた方が友達もできやすいみたいな。間違いない言われて、はい、で、ちょっと習ってできました。日常会話はもうできるぐらいにはなったんですか。そうですね。すごい。その美容院行った時も、うん、日本語誰もできなかったんですよ。そうですよね。でもそれで髪の履歴とかを伝えられたってことですか。事前に調べてきました。あ、メモして、すごい。ちょっとオーダーしてください、僕に韓国語で。いや、難しい。難しい。それは一応難しいです、急にね。よし、バッチシですね。じゃあ時間置きますよ。お疲れ様でした。もう全然違いません。はい、全然違います。ちょっと安心しました。はい、よかった。さあ、出てください、ここ。おぉ、ふわっとしてますよ。はい、来ました。したらじゃあカットをしましょう、はいはい、ちょっとカットの話をしたんですよ、皆さん。ちょっとやっぱ韓国風にしようっていうところでカメラを回してないところで話終わりました。で、前髪ちょっと長めに作って、はい、じゃあ一応ちょっと散るようにしといて流せるようにもしておきます、はい、じゃあ前髪からいきます。はい、おかわいい。かわいい。もういい感じですよね、はい、でちょっと横ここちょっとこう結んだりとかすると割れますよね、はいはい、これを直しましょう。ほら、小顔いいですね、はい、頬骨の延長にバランス持ってきてるんで顔がこうひし形に入るんですよね、うん、なんで肌面積がちっちゃくなるんで小顔効果がある、うん、で若干今長いんじゃないですか、はい、このままだと多分うざいと思うんですけど、乾かして上がるのとふんわりさせた時にもうちょっと上がるじゃないですか、はい、なんで気持ち長めにします。一回ドライしてあとドライで切りましょうか。はい、触ってみてください。短くなりました。うわ嬉しい。でも結構念願の短さというかね、はい、楽なんじゃないですか、ね、はい、あとちょっと巻いた時にこういうことかってなります。楽しみにしてください。どうすか色。めっちゃいい感じ。めっちゃいいですね。ベージュとラベンダーで作ってるんです。全然違いますね。そう、やっぱ黄色みが打ち消されるとなんかツヤ感もねより出ますよね。息を取り戻した。これが本来の姿です。バームとかオイル持ってます。持ってないです。お、激ヤバです。激ヤバ。スタイリングのオイルとか、はい、こっちだとこういうケア系のオイルとか、有名なエルドとか、これで絶対持ってた方がいいです。今回バームでやるんですけど、これぐらいを手に立ちますんで、つけるだけです。正直巻くよりこっちやってほしいかも。巻かなくていいんで、今からやりつつだけてください、そしたら。はい、手に立ちませたら、髪の毛を結ぶ以上です。こうやって早い。で、巻くって、ちょっとこう内側につけて、もうちこうタイトにね、ツヤ感出すとほら、うん、一気に韓国感増していきません？そうですね、おしゃれ感が。そうなんですよ。このバームつけるのをやってないのはもったいないですね、うん、醤油家にないみたいな感じですよね。それは大変。そう、僕からすると、え、醤油ないっすか？結んでも可愛いですよ、ほら。ですね、思いました。そう、サイドバンク作ったんで、うん、僕が可愛くなってるんですけど、さらにブラシで溶かすと、ほら、おお、来ましたね。すごい。一気に韓国味が増してきますよ。そういう感じです。いかに韓国にもう一回行かすかっていう、そう、色も同じです。素晴らしい。素晴らしい。ツヤツヤでございます。うん、自分の髪じゃない。自分の髪です。じゃあ、ビフォーじゃなくて、アフター撮りましょう、はい。お待たせしました。はい、ありがとうございます。はい、ということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
ビフォーアフターも。あ、やばい。やばい。忘れてましたよね、多分ね。事実なんで、はい。が、これです。おー。かわいい。めっちゃいい顔しますね、ここ。うん、かわいい。これ彼氏多分やばいんじゃないですか。やばいかな。うん。いいですね。本当ですか。よろしくお願いします。あ、はい、こちらこそ。確かに。いや、私も元から撮ろうと思ってたんですよ。あ、そうなんですね。はい、それだからもう何も言ってなくて。あー、じゃあちょうどいい、ちょうどいい。彼氏さんのリアクション欲しいですよね。はい、いや、どうですか、自信湧きました。はい。僕めちゃくちゃカメラ回ってないとこで人の目見れないです、自信がなくて。そう、自信がなくなって髪の毛がこんな爆発してたんで。やっぱり髪ってでもそれぐらい感じちゃうんだなって改めて思って、はい、いや、僕の仕事って本当いいなっていう毎回これやるたびに思うんですよ。じゃあありがとうございました。今日はお気をつけて。ありがとうございます。失礼します。どうですか。さっき見るまで忘れてました。before 結構衝撃的だったなと。確かに我ながらいい感じになったなって思いますよ。チリチリゴワゴワみたいな状態ってやっぱりやる気なくなっちゃうし、うん、こう自信持てなくなってそれで笑顔になれないっていうんですけど、やっぱ家庭でどんどん笑顔になっていく様が僕はすごい嬉しいなって思いました。髪は韓国、体は日本そういう感じでお届けしております。どういう感じだよみたいな。まあ林さんはそうじゃないですか、YouTube を見ていただいて働きに、はい、ね、来ていただいたりとかしてると思うんですけど、ぜひですね、皆さんこの動画を見ている全国の美容師の皆さん、千住はメンバーを常に募集しておりますので、ぜひですね、大阪だったりとか大宮だったりとか、今度札幌もですかね、考えておりますので、ぜひ賛同していただける方は募集してます。よろしくお願いします。じゃあ今回ですね、チャンネル登録を最後にしていただいて終わっていこうかなと思います。よろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。バイバイ。いいやん、嬉しい。思ってる。え、思ってる。千住なら叶う。あなたの髪はすでに美しいです。でももし悩みや思いがあるなら、きっと理由があるはず。全国各地の千住メンバーがあなた自身の可能性を広げます。あなた以上にあなたの髪を思う。千住。